ゆうさんと小説の話を時々した時の内容です。高性能なレーダーの文学こそ予言の書物なのです。優れた文学の特徴です。言葉は来たるべき行為の先触れです。来たるべき対価の火種です。カフカとの対話、グスタフ・ヤノホ、吉田仙太郎役、筑摩草書101の言葉です。名著の初の言葉こそ予言そのものの言葉なのです。新たに世の中で初めて生まれた言葉、考えが予言そのものになるのです。全く新しく提供された言葉が独創的な文学のみから生まれてくるのです。一見自分たちと何の関係もない作品や、そこで描かれた状況や言葉が実は高性能なレーダーなのです。だから優れた文学は読むに値するのです。私は本当の言葉を書いた作者の作品を読みます。例えばただなんとなくという言葉を使うとき、リュッフィナーのレンツが脳裏に浮かびます。初めて彼が言葉にとどめたのです。バローズの裸のランチでエイズを予言している。これをどの予言の書でも述べられていません。彼が初めて人類に報告したのです。初めて人類に報告するのが文学なのです。ご視聴感謝いたします。